はいどうもー、ほい、楽しみしご飯の時間ですが、今日はですね、こちらでございます。今日贅沢ですよ、今日贅沢。こんなことやるのはね、できてみましょうか。こんなことやるのは、あれちょっと向きがカラッて、こんぐらいか、こんぐらいしたらあれか、なんだっけ、そうそう、こんぐらい、ね、違う、こんぐらいじゃない半分おかしくなっちゃった、こんなことするのは初めてです。魚肉ソーセージ、小松菜、キャベツ炒め、そしてこっちはカレーです。これなかなかいいカレーですよ。少々お待ちくださいね、ご説明しながらいただきますなんかガチャガチャしちゃったね。いただきです。ガチャガチャしております、申し訳ございません。はい、乾杯乾杯乾杯、いただきます。まずこっちからいきましょう。炒めから。こんなことしていいのかなって思ったんだけどさ、あー、美味しいね、このキャベツの、あー、おいしい。ああ、キャベツの甘みと、最高。全然お米までたどり着かない。お米。もち米入りですよ。ああ、おいしいおいしい。ああ、おいしいおいしい。中の方が熱いね。しかし美味しいな。塩コショウと醤油だけだけどね。一つだけでもね、どっちか一つだけでも主役ですよ、十分。それなのに、ああ、この今口の中で小松菜の苦味を、ちょっとした苦味、やばいな、ちょっと飛ばしすぎだな、ねえ。おいしいな。これ最初に全部こっちいっちゃうかも、こうなったら。そんなつもりはなかったんですよ。野菜炒めから全部いっちゃうかみたいな。そんな気持ちは全くなかった。
うん、ですが始まってしまうとさ、確かにこっちの方がいいかもしんない。このダムを決壊させたら野菜炒めの方に混ざっても美味しいんだろうけどさ、このもち米入りのご飯が美味しいんだよね。本当は本当はですよ。でも値段単価的に言ったらどっちなんだろうな。もちきびもちきびって言ってもちきび探してるんですけど、あんまりないもんで、最近はあまりにもないもんで、でもち米にしてるっていう話なんですけど、おカレーついてる。うん、あーおいしいおいしい、あーいいカレーいいカレーいいカレー、やっぱりいいカレー、あの黄色いつぶつぶのもちきびね、あれにしようっつって思ってるけど、なかなか見つからないもんでもち米にしてるんですけど、よく考えたらもち米の方が安くつく、安上がりよ。分かんなくなってきた。高くつく、もち麦の方が、あ、もち麦じゃない、沖縄アグー豚、沖縄アグー豚バッバッアグー豚、豚カレーです。アグー豚ポークカレーです。お好きです。決してこうしないようにね、ルーの方に米が攻めてくるように、これ大事なことです。こう持ってかれないようにってことですね。高くつく、高上がりは言わないね、安上がり。安くつくも言わないでしょ。素晴らしいなこのカレー。ですよね。安くつくって言わないでしょ。高くつくですよね。高上がり言わないでしょ。安上がりですよね。ですよね。手を染める、足を洗うですよね。足を染めて手を洗う、手を洗うは言うか、でも足も洗うも言うな。いやでも手を染める、そういった意味での使うときは手を染めて足を洗うでしょう、まあ、両方洗えますけどもちろん。手も足も洗いますけど、頭も全部洗いますけど、うん、あー美味しい。
カレーは。なんとかインディカ米のサラサラとしたので食べるね、あの食べ方も美味しいけど、日本の米で食べるカレーも美味しいな。そしてこうやってもち米で食べるのもまた美味しい。結構ね、これもち米入ってますよ。3分の1ぐらいは25から30、まあ3分の1だと 33.33 だからあれなんだけど、25から 30% ぐらいはこの炊いた時の、うん、もち米ね、比率入ってると思います。もう一回こうやってやろう、もう一回こうやってやろう。そうです、うん、すいません、行儀悪くてごめんなさい。今のは、今のはごめんなさい。ああ、いや、美味しかったな。どうなる、一時はね両方食べたいなと思ったもんですから、あれも食べたい、これも食べたい、あっちも食べたい、こっちも食べたいって思ったもんですから、どうなることかと思いましたけれども、まあ最終的にはあの綺麗に、世の中の食材は木島の敵には絶対ならない、決してならないぞと、両方ともね、野菜炒めの方もアグー豚ポークカレーの方も木島の味方であったということですよ。そういうことです。両方とも今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、頑張っちゃうと。